藤美桜の美桜つくし。はい、皆さんこんばんは。美桜美桜の美桜つくし始まります。はい、今回はちょっと見ての通り、僕がこう左右側かに寄っている感じなので、後でちょっとゲストさんを呼ぼうと思う回になっております。ぜひお楽しみください。はい、では本日も6時から6時50分までお付き合いください。よろしくお願いします。で、はい、今回第3回目ということなんですけれども、今まで第1回第2回は一人だったので、ちょっと水着でお送りしてきたんですけれども、本日第3回目、ゲストさんを呼ぶということになりまして、ちょっとね、さすがにこうこの狭いラジオブースで、狭いって言って失礼なんですけど狭いラジオブース内でね、ちょっと水着の美桜と二人きりはきついとの きついだろうという判断で、今回は私服でお送りします。ちなみにこの私服もね、ちょっとゲストさんにちょっとカッコつけて選んでる服になりますので、後でちょっとその辺をいじっていきたいと思います。はい、でですね、今回なんですけど、ちょっとこの話から入らせてもらうんですけれども、以前、ジングルを作ってくれる方がもしいたら作ってくださいっていう話をしたかもしれないんですけれども、ですね、作っていただいたんですよ。それで、番組の方にジングルをお送りいただいたんですけれども、残念ながらちょっと鳥越あずーりの方では、クレジット明記の対応がちょっと難しくてですね、そのジングルに使っている素材が、どこどこさんからお借りしましたなどのクレジットを入れる対応がちょっと難しいとのことで、今回そのジングルを作って送っていただいたようなんですが、それがちょっと使えない、せっかく送ってもらったのに、ちょっとこちらでは使えないとの判断になってしまいまして、こんな話から始めてごめんねなんだけど、はい、そういう感じになりまして、一応僕の手元には届いてまして、聞かせていただいてはいるんですけれども、今後もし素材とかを作ってくれるよっていう方がもしいましたら、ちょっとクレジットしなくても使えるような素材を使って、送ってくださるとすごい助かります。ちょっと忘れないうちにこの話させていただきました。すいませんね、しょっぱなから。はい、では気を取り直して、そう、いつものやつをね、やります。はい。こちら、トリガーアズリ FM は、こちらのトレイルフレッシュを、室内に完備していますため、こちらコロナのね、対策をしっかりしていまして、ちなみに今日は窓も開いてます。すごい外のバイクの音すごい聞こえるかな、入ってくるんですけれども、はい、で入れ替えの時間にアルコール消毒などもさせていただいておりますので、今日はゲストさんをね呼ぶので、マウスシールドもフェイスシールドなんていうのこれフェイスシールドもつけてお送りいたします。はい、もうする話がないんですけどいつも通りする話がないんですけど、あ、窓やっぱり閉めるんだちょっと窓閉めてもらいます。そう、いや窓開いてる、今日すごい換気バッチリじゃんって思ってた。確かにいつもさすがに閉まってますもんね面白はい、今窓を閉めてもらいました。で、音響環境の方どうでしょうか。あ、そしてですね、これ第2回か第1回もだったんですけど、オンエアマークもついてないです。オンエアマークもついてないです。どこでつけんのこれ。自分でつけんの？あれ？つかない。あ、つかないです。コンセント、入ってる。あ、今日はつかないみたいです。面白くなってきたぞ。なんかちょっと幸先悪いですけど、ちょっとオンエア光ってないけど、オンエアしてるんで、大丈夫ですか？放送されてますかね？はい。ありがとうございます。はい。はい、大丈夫そうです。はい、ありがとうございます。あ、そう、そういえば、第1回の時に放送させていただいた、
告知動画というか予告動画とタイトルコールがそういえば今日流れてましたよね。初めて採用されたんですけど、あ、結局どれが採用されたのかちょっとちゃんと聞いてなかったな。普通バージョンだった？なんか第1回目の時にすごいタイトルコール何度も何度も収録したんですよ。見てくれた方ちょっと聞いてるかわかんないんですけど、なんか普通にみとみおの見尽くしっていうタイトルコールをですね、何パターンか撮らせていただいて、ちょっとエッチに言おうとか、かっこよく言おうとか、ちょっと可愛くぶってやろうとか、なんかそういう何種類か4回ぐらい多分撮ったんですけど、最終的に今日どれが採用されるのかちょっと聞いてなかった聞いてなかったんで、ちょっと後日アーカイブで聞かせてもらいます。多分普通のやつが採用されてたんじゃないのかな。あんまり気にならなかったってことはね。あとなんか予告動画もすごいなんつうか可愛こぶってたよね。可愛こぶって30秒ぐらいのこれからこの番組始まりますよっていうね、第1回の時に撮った予告動画が今回から放送の前ですね、6時59分30秒ぐらいから流してもらってるんですけれども、なんか随分可愛く喋ってた感じがする。まあでもね、ああいうのがちょっと入ることによって、こう、仕組まれた番組感が出て大変いいと思います。はい。ではとりあえずね、ゲストさん呼び込みの前にですね、こちらのコーナー行きたいと思います。今日の1枚。あ、出ましたね。こちらですね、6月20日の日曜日、先週末ですね、つい4日前なんですけれども、に、コスケットという同人即売会が新宿住友ビル三角広場だったかな？三角広場っていうところで、イベントがありまして、その時の写真になります。ですね、この界隈というか、いわゆる、自分のね、オタクみたいなことをやっている人以外には、ちょっとピンとこないかもしれないんですけれども、同人即売会というものが、結構頻繁にありまして、今、オンエアつけてもらいました。ありがとうございます。はい。わかりやすいところで言うと、コミックマーケットですね。一番規模が大きいのは、コミケみたいなものがありまして、自分、グラビアが主な活動なんですけれども、グラビアとか、コスプレイヤーさんとか、そういうフリーのモデルさんとか、そういう人たちが自分で作った、写真集とか、ロムっていう、断面の、なんかデータ販売みたいなものをね、自分で自作して、それを、ハンプするっていうイベントが結構ありまして、で、今皆さんご存知の通り、コミックマーケット、コミケはちょっとコロナの関係で随分長くやってないんですけれども、もうちょっと小規模な、同人即売会みたいなのが世の中にはね、みんなが知らないところでポツポツやってるんですけれども、それがこの間6月20日にありまして、で、これ場所が新宿住友ビル三角広場って言って、めちゃめちゃ普通のオフィスビルの1階の吹き抜けみたいなところでイベントがあって、だからもう、なんていうのかな、パーテーションみたいなので、こう、ブースとかは仕切られてるんですけど、要は中の参加者とかお客さんは、そのビルを行き来する一般の方から丸見えの状態でイベントやってて、なんで、ちょっとね、露出とか、あと着る衣装とかも一般の人に目に触れるっていう可能性が大いにあったので、この日は僕は、塩ビ服、羊服からの、チャイナ服で臨ませていただいたんですけど、あともちろんこのマスクというか、マスクかそれに準ずる、飛沫感染防止対策みたいな、なのもやって、皆さんやってたんですけど、本当にその、こう、ハンプしてファンの人が写真撮ってみたいなののすぐ3メートル先ぐらいで一般の方がカフェでお茶してるみたいな状態で、でなんかその前をメイド服とか腹出しの、まあ一般的にその捕まらない、全然捕まらないくらいのちょっとエッチなギャルだなみたいな私服くらいのね、参加者の格好でね、みんなその一般のカフェの人の前を通るっていうすごい異様な光景だったんですけど、普通にね、その
一般の会社員のお友達から今日のコスケットの広場っていうか場所が自分の会社先だったと。でさっきみおちゃんのことを見つけたよって LINE が来るぐらい一般の人が普通にいるところで、いやーなんかどうなんだろうね、ああやって一般の人の目につくようなところでイベントをするってあんまりないので、なんかそういうことあるんだっていう気持ちと、一般の人も ああいうイベントあるんだってね、目につく機会になってくれたのかなって。実際あの当日券で入れるようなイベントだったので、もしかしたらそこで見かけた普通の人が入場料払ってワンチャン来てたかもしれないんですけどね。はい、いや貴重な貴重なイベントでした。一応次回の日程もね決まってるようで、10月に、またコスケットのボリューム3ですかねやるみたいなので、はい、もし興味がある人は調べてみてください。はい、もういいですかねちょっとゲストがいつ来るかわからなそうでお腹痛そうなのでぼちぼち行きましょう。はい、では本日のゲストはこちらです。え、こんにちは、こんにちは。やめて、本当にやめて、はい、こっち座って、本当に、ね、本当にやめてこんにちは、本当にやめてください。すいません、こんにちはしますね。こんにちはしてください。はいはいはい、すいません。はい、では自己紹介お願いします。どのカメラに喋ればいいですかね、あのカメラですかね。はい、はい、どうも、ピン芸人のキャバンディショットでございます。よろしくお願いいたします。ごめんなさい、ちょっとうるさくしますんで、ごめんなさいね。拍手の音もでかい。うるさいんでね。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。ピン芸人ですね。面白いですね。平場の声の音量なのよ。いやー、それで僕も大きくちやら。ちゃんとマイクと距離取ってるんでしょ。まあ、はい。ピン芸人のキャモン西本さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、すごい、ブースの方もね。どういう拍手ですか？僕ね、ピスタチオなんですよ。何ピスタチオ？あのピスタチオって言うんでしょ、お笑い芸人の。ああ、はいはいはい、はい、あの人のファンの人はみんなこうやって手を叩くんですね。じゃあ喋るとき白目向けるんですか？いや無理です。目開いてるか開いてないか分かんないですもんね。せいじゃなくて。あ、でもちょっとね、はい、ミドさんにね お土産を持ってきましたんで。お土産、はい。はい、どんなメガネの男の人好きですよね、タイプで。メガネ好きですね。交渉してますよね。メガネのショボクレタおじさんが。ああ、ショボクレてないかもしれないな。全盛期のデストラーデのポスターを。メガネのおじさんだって。あのね、デストラーデのね、ほら。まあ、いろいろ突っ込みたいところあるけど。デストラーデ大丈夫ですかね、アズーリさんは。デストラーデ NG じゃないですよね。うん、まず、はい、まず、色黒は好みじゃない。あー、なるほど。そう言うと思って。お入団当初の古田を思ってました。入団当初の古田ですね。聞いてください。僕、野球マジでわからんくて。あ、ほんと？野球マジで分からんから、この人が誰なのかも、このヤクルト、ヤクルトか。はい、この人はみんな知ってますよ。往年の古田ですね。古田さん。はい。まあでも古田もピンとこないと思ったんで、古田もピンとこない。最後、最後、しょぼくれたおじさんといえば、はい、あの、千葉ロッテの初芝ですね。いや、3人ともピンとこないのよ。誰よ？ひどい。いや、ちょっと待って、誰よっていうのも、ちょっと野球ファンを敵に回しちゃうからあれだけど。で、え、待って、知らないとやばいですか？はい、八番は知らないとやばいと思います。僕あれ。古田とデストラーデはね、知らなくてもいいかもしれない。ね、はい。ね、あれ知ってる、何ですか？菅野。菅野。菅野です。あ、そうそうそう。あとね、ダルビッシュ知ってる。ああ、まあまあ、あんま広げる気はなかった。まあこんな感じでね、いいでお笑いをやらせていただいて。あ、いいですかって言わないでください。もういいですか。まあでもやっぱりこのね、この子供の時から見てた番組に、ボケもういいですか、子供の時から見てた番組に出してもらえるわけじゃん、はいはい。いや、ボケがいかない。はい。ボケてハイハイは良くないですよ。あ、ちょっと名前出してもらって。あ、わかりました。名前出してもらって。名前出して。名前出してもらって。テロップってあれですよね、同じな。場を乱されるな。いやいやいや、ね、まあいろいろ話しますよ。はい、これでいいんですか。はい、偉いです。キャボン西本さんもね、本当にフォロワーめっちゃいるんですよね、ツイッターの。見つけられるかなね。はい、ツイッターのフォロワーめっちゃ多いですよね。いや、めっちゃじゃないですよ。めっちゃいますよね。10万人の人がえ、あれ1兆ぐらいいましたよね。13万人。ね、13万人ですよね、はい、キャモンさんは2700です。あ、結構いるな、本当に。いやー、だから難しいとこですね。意外といますね。もっといないつもりでさ、まあね、なんかボケたのにさ、はい、あ、そういう、ごめんなさい。はいはい、もっと名前前に。いやいやいや、あなたが土線にあるから。違う、このマイクの前に出したらいいのにって。ああ、
あ、そうですそうです、あ、そうです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 、すいませんすいません、めんどくさ、ふざけすぎました、あ、失礼いたしました、全体的に寄っちゃって大丈夫ですか、ごめんなさいね、はいはいはい、まあ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 、はい、はい、なんで呼んだんですか、いや、なんか、はい、あの今日がゲスト第1回目、ゲストさんを呼んでやる回が初めてなんですけど、はい、普段はね一人で喋ってるんですよ、前回も前々回も一人で喋ってて、まあ、確かに水着でね、水着で50分一人で喋る女ってどう、マッキー結構まあ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 、まあ、最初から分かってたんですけど、はい、ちょっと自分でね、自分だから見ててきついものがあるなと思って、はい、まあまあまあ、でも見てる人はみんな楽しそうでしたよ、まあここしか見てないもんね多分ね、いやまあ下も見ても下も映ってない、見えないんですけどね、はい、いやでもほら僕呼んだらだから聴取率下がるんじゃないかなって思ってますけど、まあ大丈夫ですか、なんでそんな悲しい、まああの今日はね、はい、キャノンさんが来るということで、はい、自分もね水着を捨てて、うん、捨ててはない、水着を着ないでね、まあ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 、で今日そのペアルックをね、ペアルックっていうかたまたまペアルックになって、いや違う、だってあのなんか勝手にそれできたから僕は普段これなんで衣装が、あ、そう、あのキャノンさんの、ステージ衣装がいつもこの白黒のストライプで、ステージ衣装って演歌歌手会なわじゃん、え、髪合ってないじゃあなんて言えばいい、いいです、ステージ衣装、ステージ衣装が白黒のボーダーで、まあこれですね、そう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 、なんでせっかくなんで、はい、僕もね白黒のボーダーのワンピースを持ってたんで、絵がすごいな、はい、これ合わせに来ましたちょっと目チカチカするね、そうですね、ごめんなさい、ちょっとなんかまあまあまあ、ペアルックバカップルみたいになっちゃってるんで、決してそんなことはないのでご安心ください、まあ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 、そうなんですよ、それで、はい、なんかやっぱ、うん、最初のねラジオはある程度こう喋り慣れてる方が、はい、いいなと思いまして、自分の知り合いの方で、はい、まあ喋り慣れてるね芸人さんとか喋り慣れてるだろうなと思って第1回ゲストね選ばさせていただきました、まあ、とりあえずお試しって言ったらいいだけど、はい、あのこれで滑ったら来月からゲスト呼ぶのやめます、いやそれもゲストが変わる僕じゃない、僕を呼ばないのは別に、まあ、僕も多分二度と呼ばれないと思うんですけど、まあまあまあ、二度と呼ばないですけれども、シェーじゃないのよ動画だからのシェーじゃなくて、まあまあまあ、はい、多分この、うん、ねこれを見てくださってる方は、はい、キャモン西本さんと僕ミトミオがグラビアで活動してる、うん、芸人さんで活動してる、どういう知り合いなのか多分わからないと思うので、まあそこはね、はい、教えたくないんではいちょっと最初のね、はい、あのお仕事ご一緒した経緯を、あれはいつで、昭和でしたっけ、昭和52年ぐらいですかね、あれは。おじおばラジオになっちゃったよ昭和52年ぐらいのことじゃったかな、今から40年ぐらい前かな、そっか、あれ、まあまあ多分後に繋がってくるんですけど、はい、伊藤さんはボケるんですよね、僕ボケますね、ボケ、いろんな女の子がいるんですよ、女の子って、うん、ちゃんとすぐ突っ込んでくるか、はい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 、乗ってくるか、マジで会話できない女がどれかなんですね大体その本当に天然さんというか、まあ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 、僕結構こういう場だとボケをかぶせてしまうタイプだけど、でもあのちゃんと時間進行がね細かいところではかなり突っ込んできてますよ、まあ、まあ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 、うん、だし、まあ、いつもは逆ですからね、そうなんですよ、いつもは僕がちゃんとしてミトさんが面白い、うん、その経緯を説明してくれっつってんだ、はい、いやそれは言えないよ、それは TVer で見つくる、あのこちらのキャモン西本さんはですね、はい、芸人さんをやりながら、はい、お笑いライブのキャスティングとかね、まあそうですね、MC とかいろんなことね、相撲とかしますよ、いろいろ、相撲とかね、そうそうそうはって言ってます、ちょっと乾いた笑い出ちゃった、まあまあまあ、まあはい、やっていただいてまして、うん、であのお笑いライブの MC をやりながら、うん、サブ MC の募集をしてたんですよね、まあまあゲスだからお笑いライブはやってるんですけど、うん、やっぱその花とか違う業種の方で集客があったらなと思って、うん、そうゲスト MC でね、そうですね、でまあなんかいい、そうですねちょうどいい女いないかなと、まあまあちょうどいいというか、まあいろんな人にまあだから去年2019年ぐらいにそれを考えて、はいはい、まあ誰かいないかなと思って、うん、何人かツイッターとか見てて、あこの人なんか人気ありそうだなとか、うん、そうそう、だからあんだけフォロワーいたらなんかお客さん2000人ぐらいやってくれるのかなとかね、いろいろ5人ぐらいしか呼べない言われてるんですけどまあそうだから何人かにオファーかけたんです、はいはいはい、それでまああのまあ一発最初に探りを入れて、うん、それであの本人が OK だったら事務所さん通すみたいなのをやってたんですよ、はい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 、それが多分一番最初じゃないですか、一番最初の人でした僕、あまあ何人かのだからポケモンでいうあの人影ゼニガメとライチュウみたいな、ライチュウじゃない不思議だねあそうそうそう不思議だね、まあ、声かけた順番は分かんないけど実際に出演した順番で言うとゲスト MC 一発、ね、まあだから覚えてますよ DM 送った瞬間も、
あ、覚えてるんですか。はい、雷っているじゃないですか。はいはいはい。雷のライブの作家やりながら DM 送ってたんで、仕事中に DM してた。よくない思い出が。そう、よくないですね、仕事中に女に DM 送る。いやいや、言い方まあでもそうですね。なるほど、うん、そうで、僕が当時2年ぐらい前ですかね。そうですね、今頃、5月、うん、2年前の5月に、うん、2019年の5月に、うん、キャンテストっていうキャモンさんが MC をやってて主催をしてる、お笑いライブ、バク面白ライブねー。いや、あの時ティモンディさんとか出てましたよ。いや、そうそうそう、ちょっと今その名前出しちゃう。いや、じゃあ言わないです。まあ。のね、ゲスト MC に呼んでいただいて、はいはいはい、まあそこではもちろんね、その間に、うん、あのネタの合間に、MC 同士で掛け合いとか喋ってて、そこでは僕は突っ込んだりとか結構するんですけど、なんだかんだね、5、6回ぐらい呼んでいただいてる気がします、ね。いや、もう面倒くさくなっちゃったんですよね。他の子を探すのが。そう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 。まあコロナ禍でよりね、そのなんかあの連絡なんかあったりとかも難しいじゃないですか。確かに確かに。来ていただくとか、だからもう。めんどくさくなっちゃって。そうですね。それで言うと、つい最近あの、はい、キャンテスト、はい、読んでいただいて、この間も、うん、ありがとうございました。あ、いや、こちらこそありがとうございます。そうなんですよ。それでびしょびしょじゃんと思って。暑いね。いや、まあ、暑いとかはいいんですけど、僕はびしょびしょの、ちょっと見苦しいですね。あんまテレビっていうか画像にびしょびしょの人出ないと思ってびっくりしちゃう。結構来てますね、びしょびしょって。あの身を尽くし、前髪っていうか違う、あの生え際っていうか、なんて言ったらいいの。まあまあまあ、おでこはね、そうですね。そうね、おでこが広めのタイプなのかしら。脳みそが多いんですよねはい、そういう感じでね、はい、で、まあ、その後に、そうですね、うん、いつだっけ、あれ2020年のね、1月に、覚えてます。覚えてません。脳科学実験っていう、何ですか。でも主催キャモンさんですよね。そりゃそうでしょ一応発起人キャモン西本さんで、そうですね、うん、普段そのキャンテストっていうところに出てるお笑いライブのね、うん、芸人さんたち何人いましたっけ。あれ、いや、まあ 4、5人、4、5人ぐらい、はいはいはい、キャモンさん入れて5、6人ぐらいの芸人さんと、はいはいはい、僕と若木萌えさんとおたまボンバーさんっていう女の子3人をゲストに呼んで、うん、その日だけのコントをお送りするみたいなライブとかもやらせていただいてね。うん、何ですか。はい、何ですか。何ですか。何ですか。ちゃんとやってくださいよ、マジで。いや、じゃあ、目小さいから小さくしてもバレないかな。マジで。聞いてます、聞いてます。イヤホンから来るし、イヤホンだし、イヤホンだけにね。うん、わあれやります。じゃあ特別にギャグ見せましょうか。いや、いい、いい、つまんないから。力の加減を間違えて福山雅治です。いや、マジで見たくないです、マジで見たくないですなかなかない今日だからさ、本来だったら芸人さん呼んでたらネタを振ってあげるべきじゃないですか、はい、まあまあまあ、ネタ嫌いですからね。振るつもり全くないので、僕。まあまあ、ひどいな。ひどいか。それ、グラビアの人に水着着ちゃダメっていうようなもんですよ。まあ、うん、だってね、ネタ、いやいや、面白いけどあんまやらないだけね。面白い面白い面白い。そうですよね。そう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 、超絶面白いネタがね、本当あるんですけど、今日は残念ながらお送りできないということで。あ、だからそれの、コントやった時の話した方がいいんですか。あ、そう、コントでやった時のね、話をしようかなと思って、はい、まあでも達者ですよね、水戸さんはね、本当に。何がいや、だ、達者ですよねって言ってるのから別に言ってる何がかを言ってください。達者なんですよ、本当にね。何がだよ。達者ですよ。何が、まあ、喋りも達者ですし、はいはいはい、いろんなキャラもできるし、いや、ニニの話はしてないのよ。え、何それ体型が達者かな。ああ、びっくりした。だからあの6時のラジオでね、そんな、はい、おちちとか言うわけないでしょ。おちちなんて僕は言ってない。ゲーボディというかスタイルも達者ですよね。コントにスタイルいらないですよ。いやいやいやそう、あの、うん、当時はね、うん、あんまりその何ですか、動画とか残ってないんですけれども、はい、まあ残ってますね、当時ね、うん、あの、芸人さんにわざわざ書いてもらったネタが、はいはいはい、そう、ちゃんと女の子、出演する女の子が、うんうん、こう演じやすいような、うんうん、こう特性を生かしてもらったネタをわざわざ書いて、書き下ろししていただいて、それぞれで、ね、はい、まあ、例を出すとですね、はいはいはい、キャンテストによく出てる翔平さん、ハニカムズっていう、まあ、笑い芸人さんがいるんですね、はい、翔平さんっていうコン、あの、芸人さんがいて、うんうん、翔平さんが書いてくれた、うん、露出狂のネタがありまして。そうですね、そう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 、水戸さん の, あ の, そのメイクボディを生かしたメイクボディまあまあ、ボディを生かしたネタでしたね。そう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 、おたまさんとゲストのおたまさんとネタを書いてくれた翔平さんカップルに、うん、僕扮する露出狂が出会って、ね、
こう見せつけたら意外とスタイルいいみたいな、まあ、そくだらない逆ですからね。大体露出狂っていうのは変なものを見せる、見苦しい感じではなかったっていうオチのね、うん、ネタとか、あとその萌えにゃん、若き萌えさん、ゲストの若き萌えさんに合わせてなんかこうすごいアイドルアイドルしたネタを書いてくださった芸人さんとかもね、はい、いやあれでも俺嫌だったんすよ。なんで？いやなんかその萌えにゃんさんがアイドル役のコントがあって、うん、一発目の振りのボケのオタクの人でお客さんで握手スタートするんですけど、はい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 、俺女の子は基本的に嫌いなじゃないですかね。はいはい、まあまあ、うん、まあまあまあ、だからまずで手つなぐのも恥ずかしいし嫌だし、はいはいはい、でプラス萌えにゃんさんのお客さん見てるじゃないですか、まあね、萌えにゃんのファンが見に来ますから、ね、あーってなるじゃないですか。いやならないでしょ、その握手ぐらいで。いやいや握手なんてほぼ始まってますからね。いやいやいや怖いんだけど、童貞みたいな考え方するじゃん。いや童貞でしょもうこんなの、怖すぎるんだけど。童貞ですよもう。でもキャモンさん女の子嫌いとか言ってますけど、うんうん、ね、キャンテストにゲスト出演してくれた MC の女の子のね、うん、あの DVD のリリースイベントとかライブとか、はい、ね、あまあまあまあそれは恩義に感じてですね、僕のはい、イベントとか、はいはい、僕の撮影会とか、はい、僕のバーイベントとかあんま言わないでほしいんですけどそれですぐとどめさせに行く仕事は仕事、プライベートはプライベートでしょ。してくださってますからね、ありがとうございます、うん、本当に。いやいや、お互いに、お互いにじゃない、あなた一回もライブ来ないんですかあ、行ったことあるでしょうがまあでもまあまあ、2回ぐらい、2、3回ぐらいは見に行ったことありますよ、多分。少ないや、そっちが来すぎでしょ、こっちに。いや、まあ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 、まあ、でも適度にね、その支え合い、まあでもそんなことしなくていいですもんね。やっぱお笑いとか演劇だとやっぱお返ししなきゃって風潮があるじゃないですか。ああ、そうなんですか。ミトさんとかだともう自分で成立してるじゃないですか。うん、別に他のなんか関係者とか呼ばなくてもいろいろと。ああ、いや、まあ、関係者呼べるようなご衣装でね仕事してないので僕。まあ、父出しですもんね。父出しなのでね、ちょっとあれなんですけど。ほぼ牛と同じですもんね、牧場。汁出てないからこっちは。やめてください。一緒にしないでもらっていいですか。ちょっと喉乾いたんでいただきますね。無理だな。マジでこぼすのだけはやめてください。本当そうですね。あ、蓋取れるの？水は取っていいんですか？水は取っていいです。大丈夫ですよ。ちょっとやりにくいな。やっぱゲスト呼ぶのやめようかな。ね。これ僕が悪いのかな？いや、多分僕が悪いのかな。ちょっと形してますよ。僕が悪いの？あ、なんでもないです。ちぎれたね。何の話してたか忘れちゃったじゃないですか。やめてよー。なんだっけ、科学実験の話じゃないですか。あ、そう、脳科学実験の話もそうなんですけど、うん、もうそこからね、うん、もうなくなってしまったよ、うんうんうん、フェイスシールド外れたから相槌しか打てなくなるのやめてくれうんうん、うん、でもね、本当にその、うん、キャモンさんが、うんうん、ちょっとうるさい、ちょっとうるさいです、うんうん、キャモンさんが普段の企画してるライブからも、うんうん、そう、さっきもね、ちょっとポロッと名前出ちゃいましたけど、うんうん、有名なね、有名になった芸人さんとか結構出てるので、そうね、うん、そうね、うん、治んないわね、まあ、持って喋ったらいいんじゃないかしら。いや、喋れるかそう、あの、うん、ティモンディさんいるじゃないですか、あの誰だろう、オレンジの、ちょっとやってもらっていいですかどんな感じやればできるやらせたなら突っ込んでほしいんだけど。いや、僕今直してるんで、あんま大きく出せない。そうなんですよ、あの、うん、ね、やればできるの高岸さん、他誰出てました、他あと、ナゴンさんとかね。ナゴンどんな感じですか。秋葉原は何の街、秋葉原は。あー、秋葉原はマジキモいオタクの巣窟だな、ここは。いや、それただの悪口だわあの、今ので伝わるか分からないですけど、はい、で、有名なね、あの、ナゴンさんとかね、最初出てましたしね、うんうん、そうなんですよ。諦めました。いや、くっつきました。あ、くっつきました、うん、よかったよかった、うん、そうなんですよ。だから僕が MC でちょっと何度か行かせてもらうようになってからも、もともとね、めちゃめちゃお笑い好きなんで。あ、そうなんですか。めちゃめちゃお笑い。どうせダウンタウン、ダウンタウンとかでしょダウンタウンはみんな好きじゃん。9割9分好きなの。誰が好きだったんですか。ちょっとここで言いにくいな。え、怖いな誰が好きだったんですか。いや、だからお笑い好きって言ってるんで、誰が好きなのかなって。最近はもう隠してないですけど、うん、空気階段さんが。あ、でも空気階段は別に言っていい人じゃないですか。言っていいの。だってもうめちゃめちゃみんな言ってるじゃないですか、そのアイドルさんとかもなんか空気階段面白いみたいな。だから逆にあの普通の女性もう
そっか。その前は、その前は松本クラブさんが好きだったんですけど、ね。あ、それは結構コアですね。はい、コアです。まあ、だったって。そう、でも、そうやって芸人さんの、うんうんうん、まあ、ネタを見るのがもともと好きなんでね、はいはいはい、そうやってお仕事で見てる芸人さん、最近さ、だってティモンディさんたちの後とかも、はい、結構テレビちょくちょく出てる人出てきてるじゃないですか、村村田村さんとか。いや怖すぎるんですよ本当に、あのもうちょっと有名になってくれないとさすがにそこを出たってドヤ顔するのは。いや、まあまあまあ、あの深夜番組とかに出てるような芸人さんは知り合いとか多かったりはしますけど、そう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 、いやだからもうこれ以降もなんかみんな売れて行ってくださって、はい、あ、僕この人売れる前から知ってたんだよね。いや、キモいことするな。で、いや別に言わないけど、はい、心の中でホクソエみたい。なんかホクソエムって単語悪いな。そうですか。でなんか売れていく過程を、はい、その見ておき、見られることってあんまりないじゃないですか、やっぱり。まあ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 、あの、大体売れてから知ることがあるからね、芸人さんっていうのはね。うん、だなんかキャモンさんもね、もうちょっと売れてくれるとすごい。まあまあまあ、僕はお父ちゃんがいるんでね、そのやっぱり。あ、お父ちゃんって仲いいね、そう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 、方がいるんですよね、有名な方で、言っていいのここで。いいですよ大丈夫、許可取ってる。いや、許可取ってないですけど、多分本人見てないと思うそうそうそう、まあだからあのね、まあこれしか僕は武器ないですから、はいはい、そうそうそう。いや、ブーじゃないいや、そブーじゃないそちらさんの携帯ですよ僕はちゃんとあれしてるんで。え、だからそのお父ちゃんが誰かブルートゥースまでオンにしてる。見てる人はガンガンじゃねえ、うるせえな。あ、こ、はい、見てる人わかんない。あ、まあだからそうですね、皆さん多分知らないと思うんですけど、あの伊集院光っていう方にお世話になってて。そっちもブーって言ったんだけどマジおい、話が違うじゃないか。いや、僕はちゃんとメモ、ボケまだね。いや、もうボケメモいらないから、こんなもん見てるから。ああ、もうダメだ、ボケれなくなっちゃった30分すんとしよう。あと20分しかないから頑張って。20分すんとすんのもいい。そうですよ、キャモン西本さんは、はい、伊集院さんとね、まあまあまあ、だからよくしていただいたりとか、ね、その深夜のバカ力とか、うんうんうん、あの朝のラジオでちょろっとなんか野球一緒にやってるんでしょ。そうです、草野球一緒にやってて、ね、なんかいいやつみたいなので、うんうんうん、いやだからまあここでしていいんかな、帽子。あ、まあ、帽子、まあそれもそうなんですけど、だからめちゃくちゃ優しい、いい人だなっていうエピソード、俺の話じゃない、伊集院さんの話なんですけど。いいじゃんいいじゃん、まあ、下心がちょっとあって、いや違う、伊集院さんにじゃないだろ。え、びっくりした。やばいだろ、ね、びっくりした。さっき女性が嫌いって言ってたからさ、まあ、全然いけるけどね、全然いけるけどね。あ、まあこんなことこの時間絶対言っちゃダメだろ。なんかそのセクシー女優さんがなんかツイキャスをやりたいみたいな言ってて、でなんか俺よくわかんないけどリプライでアンケート作ったんですよ、ツイッターと。はいはい。その、何日の何時か何日の何時みたいな、うんうん、でそしたらそれを本人がリツイートして、うんうん、でめちゃくちゃなんか下心丸々で絡んでるじゃんみたいな感じになっちゃったんですよ。あ、なんとなくで、ね、わかるでしょ。はいはいはい。そうそうそう。そしてそれがなんか伊集院さんとこの作家の若い子に見つかって、キャモンがなんかセクシー女優にリプ送ってるよって。あ、で、はい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 、普通に考えたらキモいとか絶対ね繋がろうとしてるじゃんとか、いろいろなんか下心がありそうですよねっていういじり方をするじゃん、はいはいはい、下げて。なのにラジオでそれ喋ってくれたんですけど、その時はキャモンがめちゃくちゃその野球とかでもう本当に丁寧だし何でもやってくれてみんなに優しい、でそれがあのセクシー女優にまで優しい、なんていいやつだって言ってくれて、あ、めちゃくちゃ俺好感度勝手に上がってると思って。え、ちなみにだけど、はい、それは本当に下心あっ、はい、本当は下心あっ、これは放送されてるんですか。されてる、され、さ、あ、もう放送終わってるかな。終わるか。放送終わってるから聞くけど。いや、まあ下心はないですよ。あ、ないんですか。ただそのなんかあのお仕事とかはしたいなっていうのがありますよ。あ、なるほどね。だから今もうだから営業の下心みたいな、営業的な下心みたいな。何を言ってる。そのなんていうんですか、こう色恋的な下心はないけど。あ、まあそれはもうだってみんなだ、もうおじさんですよ。いや、結構若いじゃないですか、意外と。まあ、48には見えないでしょうけど。あ、微妙なボケですけどね。見えなくもないのよ。まあまあまあ、あの見えなくもないボケ困るのよ。うん、平成元年生まれですね。うん、そうそうそう。まあそんなこと言ったらね、僕も。何歳？二十歳なんで。ああ、若い女の子が、はい、本当に。18じゃない。12違う。若いな。12違うって32アピールするのやめてもらって。いや、そういうことじゃないですけど。そういうことじゃないです。まあでも、はい、うん、
なんですかね。でも優しいですね、キャモンさんの話ラジオでしてくれるなんて。そうですね、そうだから、そういう界隈の人がもし聞いてたらびっくりですね、このラジオ。いや多分そのこっから経由でね、多分誰も聞いてないと思います、うん、それこそだからあの棒まあその話題になってる帽子ってのがあってね、あ、はいはい、その伊集院さんの制限チームだけで作った帽子ってのがあって、うんうんうん、それをラジオでなんかキャモンだけがなんか扱えるみたいなことを言って一晩で1000人フォロー増えて、はいはいはい、そうだからその、まあ、キャモン西本をフォローすればしたら帽子が手に入る、伊集院さんの特別な誰も持ってない。あれ結局売ったんですか？売ってないです、まだまだ何も。はい、じゃあその1000人はただキャモンさんのそう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 、ツイートをただ見るだけで何の今プラスもない。やめてくれなさいよやめてくれなさいよまあでもだからっていう状態なんだ。今日とかもだからそれを出しにすればめちゃくちゃリスナー増えたかもしれないですよね、申し上げます。そうですよね、そう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 ですよね。僕、うん、僕ちょっと伊集院さんと面識が当たり前ですけどないんで、まあ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 、あれですけど、あっても困りますけど ね、このラジオのリスナー抽選で何名様に帽子プレゼントします、うん、それでなんか番組の途中でなんか、うん、あとか、うん、かとか、え、なんていうキーワードにしようとしてるの赤赤赤赤赤何適当言っちゃった。今あのトーク賢者モードしてました絞り出せないですか？絞り出せない。トーク賢者モードだから絞り出てくるわけないでしょ。トーク賢者モードってそもそも、はい、続けてください。いやでももうぼちぼち、はい、もう喋ることあります？喋ることありますって何？喋ることあります？いやだからそのねキャモンさんにいつもその MC に呼んでいただいてるんで、はい、今日はお招きしておしゃべりしようと思ったんですけども、うん、もういいかなって。え、帰れってこと？帰らなくていいんですけど、はい、なんかやりたいボケやりたいボケありますってどういうことだってすごいさっきさ、はい、ボケ一覧みたいな、いやめっちゃ書いてあったんで、まあ、まあありましたけど、いやでもね、あーでもいや別に見なくていいんですこれ何、はい、あこれはあのあれですね、だからなんで恥ずかしいな、丸裸にしますっていうメモが、ご機嫌ようじゃないんだからさ、丸裸にします、サイコロだけ丸裸にします、そうだ言うか小坂井さんが、丸裸にしますの話どうぞ。いやだからこれはあれです、あのラジオのオファーいただいた時にその面白を告知しなきゃいけないじゃないですか、うん、はいはいはい、そうだからそのいろんな意味で丸裸にしますっていうツイートをしたんですよ、うん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 、それだけです。あそれだけ、そうそう、実際のところ今日丸裸にしました。いやだってされる側だから、ゲストだから、よく考えたら、あなんでこっちゲストが MC 丸裸にするの。いやでも全然なんか、はい、違う物理的なもんじゃないの物理的なものじゃないんですよ、物理的なもんじゃない、怖い、6時にやるやつじゃないんですよ、うん、そうですね、うん、あとはだから、だからなんだろうな、うん、全部出し尽くしたかな、ほぼ。じゃあ一回曲いきますか。今曲だこれ何時、まあ、あと15分ぐらいですもんね。あと13分くらいですね、だいたいでもいつもこれぐらいで流してますけれども。あ本当ですか。ちなみに1回目とか2回目とかって見ていただいてました？あそれは見てますよ、一応出していただくっていうのもあるし、聞いてたもんね、まあ、最初からね、はいはいはい、だからラジコ我慢して、本当はだから野球ロッテファンなんでロッテの曲聞きたいけど、ロッテの曲、ロッテの曲じゃなくて、ロッテの今日とか、そうだからすごいんですよあなた、なぜか知らないけど、多分ちょっと聴衆者取られてますよ。前回のあなたのあの水戸さんのラジオの時も、はい、あの千葉ロッテ佐々木朗希が投げてるんですよ、うん、で今日も佐々木朗希が投げてるんですよ、うん、いやだって佐々木さん分かんないもん、いや佐々木朗希知らなかったらさすがに多分水戸さんってなりますよ。いや違う、マジでダルビッシュと菅野しか知らないで、いやだほぼダルビッシュ、佐々木朗希は本当ほぼダルビッシュ、本当に多分今日本でマー君は、マー君、マー君はダルビッシュ、ほぼダルビッシュダルビッシュってそんなにいっぱいいるの？ダルビッシュはほぼいるんだよ。そうなんだ。あじゃあロッテのダルビッシュが、ロッテのダルビッシュが佐々木朗希投げてて、そうそうそう。で今回も前回の放送時もすごいこと、そうすごいことなんです本当に。当てに来てんだ佐々木が。ビートさんの話を。何それ？いや知らんけど。まあまああの調べてみてください。本当にすごい人なんで。そうなんだ。いつか多分本当に大谷見た。大谷は知ってます？大谷育英？あ違うな、それは声優さんだと大谷、あ大谷さん、翔平、あそうですそうですそうです、あの一応アメリカで活躍してる、そうだそうだ、二刀流の人だよね。そうです、何と何の二刀流だと思います？父とおっぱい。あ、ちょっと待って待って待って、同じこと言ってた。最悪、あそこじゃない、そこじゃないです、おっぱいとお尻と
そこじゃないです。あとそこじゃないです。そこじゃないです。父とおっぱいです。同じことを2回言っちゃったじゃなくて。おっぱいとお尻の二刀流って言いたかったの。え、何時頃の下ネタをしてるの？え、6時、6時。全然6時。6時はこれを、だって子供とか見てるかもしれないじゃないですか。見てるわけないじゃん。お母さん、学校、宿題終わったから見尽くし見ていいです。いいわよって30分だけよ、見尽くし30分だけよ。どんな小学生なんだよ。いや別に小学生も見てないし、別におっぱいとかお尻ぐらいは全然ダメですよ。いや言っちゃいけないの、多分チンコとか言ってるんだよ。やめなさいよ本当に。この間さ、キャモンさんの適当ラジオってやってるじゃないですか。はいはいはい、帯ね、帯ね、深夜やってる帯ね。ゲストが全然変わらない、はい、毎週いろんなゲストをお招きしてるんですけど、ツイキャスでやってる方に僕が呼んでもらって、はいはい、出た時も一生チンコの話してたから、はいはいはい、いやまあ深夜ラジオはそんなもん聞いてたことあります？深夜ラジオあるあるある、ありますよ。すよ芸人さんのとか聞いてますけど、うん、いや本当にひどい感じでしたね。あ、待って、曲が入ってます。振ってないのに。もう時間ってことじゃないですか。なるほどね、はい。いやさっき振ろうとしたら止めるから。まあ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 、ありがたいですよね。はい。曲振りとかした方がいいんですか。じゃあ曲振ってくださいよ。せっかくなんで。ミスターチルドレンで。接触したくないんだから。やめてください。怖いんだよ。じゃあちゃんとしますね。はい。はい、郷ひろみでお嫁さんと。あ、全然わかんない。さ、はい、その。はい。準備の方が大丈夫かがちょっとわかんないのよ、本当に。ごめんなさい、ごめんなさい。大丈夫ですかね。はい。もう、ミトさんが普通に。はい、では、それでは改めて、キャモン西本さんからのリクエストで、はい、僕らが夜明けの青に向かってです。どうぞ。わお。ひどいこと言うな。ひどいこと言いますね。はい、ああ、すごいすごいすごい。僕らが夜明けで青に向かってでした。青いチームがねいますよね、フルタとデストラムとね、はい、ちょっと光っちゃってるけど、ここでですねコメントいただいております。本当ですか。はい、マサトさん。あ、そのまま言うんですね。あ、はい、なんかペンネームとか言わないんだ。あ、マサトさんから言いました。あ、すごいな。はい、あ、いやいや、だからその多分ツイッターですもんね。はい、ツイッターの、ね、タグでいつも募集してるので、はい、キャモンさんとの脳科学実験のコント面白かったので、はい、またやってほしいです。あー、もうやらないです。はい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 、
ね、ぜひコロナが明けたらね、また企画してほしい、ね。いやー、ほんとねー。あ、そういう話はしなくて大丈夫だったんですか？そういう話。なんかオリンピックやるやらないとかそういう話。もうマジでどうでもいい。どうでもいいとか言っちゃいけない。ワクチン打つ打たないとかね。いや、もう、そういうね、なんかこう政治的な話とか、情勢的な話はちょっと。そういう仕事は NG なんですか？そういう仕事は NG なんですか？こういうところで喋らない方が。ちなみに言うと、その野球の話も、うん、その、NG にしてるんですか？戦争が生まれるから。まあでもそれはあります。なんか政治宗教野球の話はしない方がいいって。いや本当そう。だから僕絶対ツイートしないですもん。その勝ったやったは、まあ、千葉ロッテファンなんですけど、勝ったやったは悲しい人もいるんで、うん、その試合見てますとかぐらいは言うんですけど。いやキャバ嬢が言ってました。やめてください。その3つはその話題にしちゃいけないですよって風に言ってました。はい、ではね、うん、キャモンさんの方で告知があれば、QR 出ますか？あ、出してもらえるんですか？はい、すごい。はい、あ、なるほどね。QR コード出せたら、あ、すっごいちっちゃい。あ、大きくなった、大きくなった。はい。はい、告知ですか？僕の、うん、キャモン西本の。ラジオの告知しなくていい？そうですね。毎週土曜日の11時半、23時半からですね、キャモン西本の適当ラジオっていうのをやってましてね。毎週様々なゲストを招きして60分間キャモンがおしゃべりするラジオでございます。まあ、基本ね、ゲストは2人を。交互に回してるっていう。ちょっと何言ってるかわからないんですけど。媒体は。媒体は言いたくないんで言いませんけど、詳しくはツイッターで見てください。はい、あとは、あ、ツイッターにコメント、あ、読んじゃった俺。あとは、あとはあれですね、80年後ぐらいに僕が死ぬと思います。はい。ですね、こちらの QR コードを読み込んでいただきますと、何ですか？そちらの QR コードを読み込んでいただきますと、抽選で5名様にね、コカ・コーラの綾鷹が一ケース当たります。せめて伊集院さんの帽子のネタをそこで使えよっていう感じなんですけど。はい、で僕の方からも、告知があります。はい、6月26日土曜日ですね、ギルガメというバーで1日店長やります。情勢踏まえまして12時から8時まで、最寄り駅が湯島になりますね。でその次の日6月27日日曜日、Gスタという撮影会で。早くないですか？何が？情報なのに早くないですか？あ、まあ片隅で。いつも放送見てて思うんですよね。早口だなぁ。情報はゆっくり言ってくれよっていう。なるほどね。はい、6月27日日曜日、はい、Gスタという撮影会で川越水上公園でファンタジースターという、大型撮影会に出演いたします。あれだから貸し切ってくださいよ。その次の週の、7月4日また日曜日なんですけれども、こちらも、野外の、プールで花丸夏の大プール撮影会という大型撮影会に参加いたします。こちら2つともですね、まだチケット売っていますので、よかったら気になる方は、水戸美桜のツイッターから、詳しく参照してください。参照してください。はい、それでですね、はい、こちらの番組、毎回コメントを募集しております。はい、ハッシュタグ水戸美桜の身を尽くしに、普通歌コーナー募集などもしてますので、こちらよかったらハッシュタグつけてつぶやいてください。次回の放送は、はい、一人でお送りするので、その時には、コーナーもねやっていきたいと思います。はい、そしてこちらコメント来ております。笑っちゃったね俺。瀬島さんからお便りです。はい、キャモン西本さんテカリがすごい、誰か抑えてあげて。いやだから仕方ないおじさんだし、ね、何をそんなにテカってる。いや、こんなにもう、あと、はい、もうこんなこと言っては本当はいけないんだけど、ダメですよ言っちゃう。飛沫、うん、すごいですよ、そのフェイスシールドに。いやだからこのあれならバレないからいいのに。でもだって私は隣にいるからすごく見える、うん、テカリも見えるし、うん、そのフェイスシールドの汚れも気になるし。人だから生きてるから。何を犬とかだって、犬とか猫だってちゃんとしたらくせえし。それはひどいよ。いやいやいや、まあまあまあ、テカってて、もしテカっててなんか嫌だって人いたらごめんなさいしか言います。申し訳ないですけど、まあね、ちょっと、うん、女性が苦手とのことなので、今日は50分僕の隣に座ってるのしんどかったでしょう。まあ、50分座ってないですけどね、うん、まあね、30分で細けえな。いろいろありますけどね。まあまあまあ、まあ、こちらもね結構、はい、今回はしんどい思いをしました。なんでよ。マジで思い通りに喋んないんだなと思って。いや、まあ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 、まあ、ちゃんと台本にされたらこっちも台本にするって、うん、ちょっと今回かなりグダグダでね、ちょっといろいろなことがグダグダだったんですけれども、ちょっと
意思疎通が難しかった、いろんなところとの。キャモンさんとの意思疎通も難しかったし、スタッフさんとの意思疎通も難しかった。これ今何か分かりません。ホームアローンのマッコリカルキン。番組終了しますけれども、はい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 、何か言い残したことありますか？この後はお天気です。木原さん、そらジロー、ありがとうございました。また次回見てください。終わるのこれ、バイバイ。お天気はいいの？お天気はしません。お天気はしないんですね。バイバイ。あ、フェードアウトだ。